こちら、前田明さんの雷神42感想動画になります。まず、回のハンドスピード、日本ナンバーワン。前回よりも良くなっている。とんでもない。完勝。最後の膝は、まだまだ改良の余地あり。回には前も言ったが、盆栽柔術に習いに行けと言った。今回の井上くんみたいな展開になっても、そしたらすぐチャンピオンになれるから。あの兄弟に関しては、それだけと。そして井上直樹選手 VS ファン・アーチレッター選手は、この5年ぐらいの間に行われた試合の中でのベストバウト、どっちもクブクリン決まったというところからの逆転の試合、井上くんアーチレッターの右左を避けてかわして潰しに行ったり、井上くんすごくなったなと思った。アーチレッターのジャッジ受けのいいリフトから落としたりとあって、試合巧者だったが、ドローでもいいと思った。それに、アーチレッタは、どんな場面になっても慌てない。老怪そのもの。カイはこの後、アーチレッタとやるが、もう一人柔術系のコーチが欲しいところ。打撃のコーチは良くて、カイはそれでガラッと変わった。二皮向けた。カイ VS アーチレッタは、ケージだし、今のままだとまずそう。追い込まれることが必ず 1,2 回はあるので、慌てず対処できる方法を持ってほしい。ただ今の回の打撃があればダウン取れるとも思うが、ベラトールのチャンピオンを望むなら完封勝ちできるようになんないとね。世界中にいる朝倉兄弟みたいのとこの後やらなきゃいけなくなるわけだから。回 VS 井上くんも面白いと思う。井上くんも二皮向けた。前回、大木久保にやられた時とは別人。25歳で、あのレベルというのは、案外、朝倉兄弟としてのジョーカーになるかもしれん。貝の拳、今回は大丈夫そうだったが、まだ心配。那須川くんや、井上直樹くんの、その人に頼めば万全という、バンテージ職人、ニック末永さんに、頼めよ、と、貝にも前言ったが、次からそうなるとかなんとか言っていた。だからそこは一個安心。兄弟二人ともにそこでやってほしい。あと、カイのエリーコーチにミクルも見てもらう方がいい、と。そして、ライジンは朝倉兄弟様々。ゴールデンウィークはこの二人のおかげで2大会開催できたようなもの。榊原さんは二人に背を向けて寝れないね。はい。でももうこれで朝倉海選手 VS 井上直樹選手見たいでしょうか？やっちゃうとちょっとね、もったいないみたいな。対外国人で、二人は共闘関係でそのパワーを使ってくれとも思ってきちゃってますね。こちらは昨日、ワンと契約したことを記者会見で発表した武選手。その中でワンのチャトリー代表が、天心は本当はロッターに負けていたとか、天心もマサトさんも国内だけの巨人軍レベル、大暴れしまして、その後タケル選手ツイッターで、本日ワンチャンピオンシップと契約したことを発表させていただきました。僕が戦ってきた K1 の強さ、そして日本格闘技界の強さをワンで証明していきます。格闘家人生最後の挑戦、応援よろしくお願いしますと投稿した後、さらに一つだけとしまして、今日の会見で納得いかなかったのは、マサトさんも天心くんも場所が日本だったというだけで、世界と戦って結果を残してきている選手、そこへのリスペクトは持ってほしい。その上で2人を超えれるような試合をワンでやっていくとも投稿しております。で、このことについてですね、梅野源氏選手は、自分のやりたいことだけをやるのは二流、相手のやりたいこともやるのが一流、 K1 から受けた恩義を拳に刻んでワンへ、応援しています、炎の絵文字とか、砂部光久選手も、めちゃくちゃ応援したくなる選手だなぁと。で、一般の方、元 K1 ファイターがこぞってライジンに集まってギャーギャー騒いでる一方で、一人ワンで勝負するタケルのかっこよさよとツイートして、大沢健二さんがそれに対して、ライジンに集まる立ち技の選手たちがダメだとは思わないけど、タケル選手が名前を売るとか見られることより、世界の強豪と戦うためにワンに出るのはかっこよく感じますね、後派。格闘技界からも称賛の声が続いておりまして、平本蓮選手も、誰よりも K1 を全うしている、1の化け物しかいない舞台を
焼け野原にしていくのが今から楽しみです、心から応援していますとツイートしたところですね、太田忍選手がそれを引用リツイートして、タケル選手のリスクを背負って挑戦し続ける姿最高にかっこいい、一方平本蓮は試合が劣勢でもリスクを犯して攻めに行けないし、対戦相手も選びまくってリスクを背負うような相手とはやらない、リスクを犯すことも背負うこともできない腰抜け野郎をとツイートしまして、それに対して一般の方たちからは、アスリート辞めてよかったと思うよ、正直向いてなかったとか、忍それはここで今言うことじゃなかったよ、今日もトラッシュトークの練習お疲れ様です、煽るならタケルを巻き込まないでくれ、トラッシュトーク強くて草、白川のドミ煽りもそうだけど、関係ない他の選手を絡めるとそのファンから嫌われますよ、わろたおもろいやん、平本バカにするために他選手を出しに使うなよ、太田をここまで調子に乗らせた倉本の責任は重いなどのコメントついておりました。そして浩二選手の方は、なんでさロッタンさんって打たれ強いと思うとツイートいたしまして、これに対しては一般の方たちから、首ですかね、目がいいから見えてるパンチでは倒れないとか、あとはブレイキングダウンのアドリブ正雄さんも打たれる瞬間に一時的に脈を止めてるからです、一般の方、破壊神だから、打たれる場所をずらす目と技術がズバ抜けている、プラス首が強い、脳みそが頭蓋骨にビチビチにひっついているらしい、だから揺れない、私が面白かったのは名前がカタカナだからとかですかねっていうのもありまして、で萩原恭平選手らと一緒にやっている大阪のフェルナンド選手は、本当にしっかり見たら相手のパンチちゃんと当たってない、気持ちずらしてる、打たれて強いというより目と距離感がめちゃいいともツイートしておりまして、するとここに以前より浩二選手を嫌っていて、ここのところはまた浩二選手によく絡んでいるレオナ・ペタス選手は、浩二とロッタンの打たれ強さの違いは、浩二は KO する気がないから打ち合いの中でビクビク逃げながら打たせて、終わって安全な時に打ち返して頑張ってる感出してるだけ、ロッタンは倒したいから逃げる相手に打たせてるって感じ、全然違うわアホ、 SNS なんて思ったことを言うもんでしょ、かっこ笑い、すごいものはすごいと認めるし、クソなものはクソだと言うし、偽る必要がないのよ、一般の方がもうほっときなよ笑い、売名にしか見えないよ点点点、レオナペタス選手逆だよ笑い、どんどんフォローしてくれる人の数は減っていっていると。さらにレオナペタス選手、コージ選手に対して、こいつ本当うるせえ、こいつとは全くの別物だからね、キックやんないんだから黙ってろよ、雑魚、かっこ笑い。コイ選手、さすがにこれに対して、本人が、乗っかってくんなて、打たれ弱いもやしはこの問題に答える権利なし、鼻くそ。レオナペタス選手、お前が飲んなよ。コイ選手、何や、笑い。これは、タケル選手がワンと契約したことで急にロッタン選手の名前を出してツイートするなよということだと思います。さらにコイ選手、実力どうの抜かすなら人に絡まず、そのかっこええ実力だけで頑張り、それができんから絡んでくるんやで、ほな結局フェラ男やがな、鼻くそ音符、フェラ男ってどういう意味でしょうか。レオナペタス選手、それに対して、お前日本語話せよ、何言ってるかわからんぞ、コージは俺たちのスーパースター音符で、コージ選手これに対して全部カタカナで、やっぱりもやしおもんない、出直してこい、鼻くそ、さよならと。でレオナペタス選手もこれに対して全部カタカナで、ロッタンさんとコージさんの違いを説明しておきました、見ておいてくださいね、頑張れ世界の田中さん、音符と返しております。ちなみにコージ選手の方なんですが、こちらも昨日のツイートで、元メジャーリーガー西岡剛選手、スピードスターと言われてましたね、兼任監督率いるプロ野球独立リーグ北九州下関フェニックスとスポンサー契約し、応援させていただくことになったで、音符、野球で成り上がろうとしている選手の力に少しでもなりたいと思い契約させてもうた、北九州下関フェニックスの応援よろしくと。
はい、このチームのヘルメットのところを見ると工事チーム1という表記がありますね。この文章だけだとどっちがどっちのスポンサーか分かりづらいと思うんですが、工事選手がこっちの野球チームのスポンサーに入ったという形になっております。ちなみに受けたコメントは、ああ山本モナと不倫した人ねというのがありまして、小井選手はそうなんと返しておりますが、それは西岡さんじゃなくて仁岡さんになりますね。当時仁岡なのでモナ岡とかやじられていたのを記憶にあります。で、最初の茶取代表が記者会見で天心にロッタンは買っていた発言の後、一般の方が他団体下げによる炎上まがいのプロモーションといえば青木真也さんの18番とツイートしたところ、青木真也選手それを引用リツイートしてきて、わしは下げねえようにしてるつもりなんですけど、相手を挙げて自分も上げるを大事にしていますと、青木真也選手の中ではそのような意識でやっているようです。そして昨日は記者会見もう一つありましたね。新団体設立発表記者会見、堀口恭司選手その後のツイート、会見を見てくださった皆さんありがとうございました。本日から新団体トップブリッツの公式アカウントができました。ぜひフォローいただけたら嬉しいです。新しい試みですが、日本の格闘技を盛り上げていけるように一から積み上げていきたいと思います。どうぞ応援よろしくお願いいたしますとのことですので、フォローまだの方はぜひ。そしてこちらは、なんで記者会見開かなかったんだろうというブレイブジムの伊藤久也選手、昨日のツイートで、天がいただきました、代表取締役社長松本様いつもありがとうございます、試合頑張れますと、はい、でこれですね、天がにウサギの柄がプリントされてるんですが、多分特別仕様なのかな。ブランドのプレイボーイもウサギがロゴですが、ウサギには普通動物にある繁殖期がなくていつでも盛っているということで、それが天下にね、はい、これは軽く人間様を煽っているんでしょうか。続きましてこちらはちょっとした斉藤豊選手特集となりまして、まずはジャン斉藤さんニコニコ動画ドロップキックチャンネルよりですね、ゲストに斉藤豊選手無料部分の要約でやらせていただきますと、まずいきなり、一部では塩試合みたいに言われてますけどに対して斉藤豊選手、全然しょっぱくないです、勝ったら何でもいいと思いますけど最高です、ただケラモフ戦だけは勝っても後味悪く納得いかなかったかな、平本選手はやっぱ強かった、思ったより練習してきていると感じた、背中をつけれれば一本取れると思っていた、でもそこまでいけなかったんでフルラウンドになるなって、1ラウンド4つからテイクダウンして、でもすぐ立たれてもう一回トライしようと思ったが対応がうまかったのでやめました。平本蓮選手の作戦はケージを背負ってディフェンス、それに耐えてからの打撃という選択だったのかなと思った、でも組を受けてくれるなら大丈夫かなと思った、それが結果的に彼の体力を奪ったと思う、知らないところで顔からの自分出血があったが、聞いたのは足を蹴られたぐらいで、蹴りは早かったが危機感を覚えたというのはなかった、いずれにせよ自分からガンガン仕掛けていこうと思っていた、平本選手の構えがサウスポーの方がやりやすいと思ったが、オーソでも結局どっちでもやりやすかった、入り際に合わせてくるとも思っていたが向かい合ってみて大丈夫だと感じた、バックに回られたのは自分がガブリに行こうと思った時に甘くなってしまったミス、でも崩していく方も疲れるのであえて少しやらせようかとも思ったが、印象的には良くないかなと思いすぐ切った、平本選手は自分と練習で組んだ1年前よりいろんな組の攻防を覚えてきていて、ディフェンスに関しては成長していると思った、ああいうぐちゃぐちゃな攻防をやると手がパンパンになり打撃にも誤差が生まれるので、その厳しさは経験しないとわからないと思う、判定が割れたことについては嘘だろって声が出かかりましたといったところで以上で、続きでは今後ケラモフやクレベルとやりたいかなどが語られておりますので、そちらの方もぜひどうぞ。続いてこちらになりますね。私がゴールデンウィーク中休んでいた時のやつで、なのですでに見てる方多数だとは思うんですが、これは私も知りたくて、どうせ見るなら一緒にやってしまおうという生活密着スタイルにもなっておりますので、榊原社長に呼び出されました。
ゲスト斉藤豊選手編行かせていただきますと、早速まず榊原社長曰く、スポーツジャンルの中の YouTube チャンネル登録者数がプロ野球パリーグの試合が見れるパリーグ TV の160万人が1位で、2位がライジンの100万人だそうです。なので朝倉未来選手の300万人ってね、どうなってんのっていう。ただ日本人の YouTube チャンネル登録者数、この間なんかの記事で見たんですが、1位って日本ではほとんど語られておりませんが、外国人向けにやってる純也っていう人みたいですね。1位だけど謎の日本人。ヒカキンが1100万人で、純也はそのダブルスコアの2200万人超だそうです。そして斉藤豊選手登場で、この呼び出されましたのゲスト登場って、なんかいきなりドアがガチャッと開いて入ってきますよね。あれどういう演出の効果を狙ってるんでしょうね。本当に榊原社長の社長室にもああやって入っていいのかな。で斉藤豊選手、歓声がすごかったので戦ってよかった。そしてライジンから斉藤豊選手への新作ルタオのプレゼントで、榊原社長、試合を動かしているのは斉藤選手だった、レンは2ラウンドまで勝ってたと思ったと言っていたが、プレイヤーはなかなか客観的に見れないので、やっぱ手数が足りないしリアクションばっかりだったので。ただレン終わった後のツイッター見る限りは全く答えてなかったね。鋼のメンタル笑い、あのぐらい前向きにやっていかないとね。そして斉藤豊選手のファンは女性ファンが多く、民度が高い人が多く、さらに会場での声援がめちゃめちゃ多いのも特徴だそうです。あとくるみさん曰く、斉藤選手のファンの人はお金を出すイメージがあると。でも女性ファンが多いっていうのはやっぱ顔ですよね。逆に若い女の人にルックスが良くなくて広く応援されてる人っているんですかね。まあお笑いとかだったらあるのかな。悲願で言ってるわけじゃないよ。はい。で斉藤豊選手、次の試合は1年後と試合直後は言ってしまったが、あれは今すぐに次のことは考えれなかったからそう発言したとのことなので、実際はもうちょっと早くというニュアンスでもあったかな。そして榊原社長、なるべく今年は早めにオファー出せるようにします、それは重々理解していますと。そしてみんなでさっきのルタを切り出して食べて、初めて食べたという榊原社長も、美味しい、お店行ったことないんなら行った方がいいよとアドバイスすると、くるみさんは北海道出身なので斉藤豊選手と今度一緒に行きましょうという流れになっておりました。そして朝倉未来選手 VS 牛久潤太郎選手については、斉藤選手、終始朝倉未来選手のペースでもっと激しい試合になると思っていたが、あんまり手が合ってなかったと。榊原社長は牛久選手の引き込みに対して、一回やってそれ以上の展開がなかったのだから、 MMA にはいくつもの手があるのだから次のものに行ってほしかった、クレベルの引き込みとはわけが違う、一回二回は必殺技だがそれが効かなかった時にはもう相手からしたら予想できちゃうでしょと。そして斉藤豊選手、平本選手との対策のために3ヶ月ボクシングに通っていた、しっかりとガードするという作戦だったので、それは試合に行きました。榊原社長、斉藤選手と堀口選手のファンは正統派同士被っているところがあると思うと。そして朝倉未来選手と斉藤豊選手一緒に練習していた噂が出てましたが、斉藤選手それに関してそれはないときっぱり。鈴木千尋選手 VS クレベル小池選手については、斉藤選手、鈴木選手が1ラウンドから行き、クレベル選手はスロースターターなので序盤が大事かな、クレベル選手が鈴木選手のそれに乗っちゃうと良くないと思う。榊原社長、北海道のカードは2週間以内には発表する、ほぼほぼアンダーカードは決まっている、フェザー級グランプリはまだ先、当分タイトル争いに向けてのカードの方が盛り上がると思っている。そして斉藤豊選手ばかりにスパチャが飛び、榊原社長が俺にはないんですかと言っていると、社長も豊とラーメン食えよと1000円のスパチャが入りまして、榊原社長もろ手を挙げてイエーイとお喜び、さらに手を合わせておりました。お茶目。でも榊原社長、
ラーメンって1000円で食べれるの？と、はい、榊原社長はプライドの売却で何十億と懐に入ってきておりますからね。昔麻生太郎総理がカップラーメンって400円ぐらいですか？と言ったのを彷彿とさせましたね。あの時は100円、150円、200円ぐらいでまあ食えたと思うんですが、今はでも400円のカップラーメンとかもありますけどね。そして榊原社長に気に入られたら下の名前呼びになると噂されていることについては、榊原社長は知らなかったようで、本人は無意識でやっていると。そしてケージでのキックボクシングはロープワークとかもあるので難しいが、まあゼロではないと思う。そしてここでビッグニュース。現在 PFL がベラトールを買収するという情報が少し前から飛び交っていたんですが、榊原社長それについて、それは絶対にない、はっきり言うと、これは信じても良さそうな言い方に聞こえました。さらにライジンバンタム級チャンピオンになった選手には次いきなりベラトールに行って、向こうでもしかしたらタイトルショットになるかもしれない、そういう戦いをしてもらうという構想があると。これはタイトルショットじゃなくてもチャンピオンになった選手、次の一戦はベラトールで、と、そういう言い方に聞こえましたね。でもだったら、じゃあなおさら朝倉海選手に勝ってほしいですよね。アーチュレッタ選手がベラトールの選手とやってもそれは普通なんでね。そして榊原社長は今週2回パーソナルで1時間ずつのトレーニングを受けているそうです。でもあんまり行きたくないと。でここで終了で、この後斉藤豊選手がライジン42の振り返り動画また別で出しておりまして、榊原社長、北海道のカード結構決まってるって言ってましたよ、地元キックも含めてと言っておりました。よっしゃー、地元キックある。ふぅふぅ、なんか言ってみました。続きましてこちらはブレイキングダウン8のオーディション。まず朝倉未来選手と過去アウトサイダーで戦った高橋ルガー選手来ておりました。アウトサイダーの後はボクサーになったようで、朝倉未来選手の弟子でもあるのでストーリーができるということで、西谷大成選手に対戦要求しておりまして、朝倉未来喧嘩自慢大阪編のリーダーとケージでやるもまさかの敗北してしまいました。そっちのリーダーの方は練習も何もしないで勝った、これがブレイキングダウンの醍醐味と、西谷大成選手と決定。そしてボクシング元東洋太平洋チャンピオンホッソンにも新人王の時勝利していて、47戦39勝、そのうち 33KO15 連続KO の日本記録保持者でもあり、過去木村フィリップ実選手にもボクシングルールで勝利しているという渡辺明則選手登場。ホッソンと因縁の対決決定。ホッソンはパンチドランカー同士やな、渡辺選手顔つきが良かったです。で次回からがお待ちかね VS 韓国軍団編突入のようで、米尾くんがその次回予告のところで口が金玉くせえと言われておりました。最近米尾くんがセックスピストルズのジョニーロットにしか見えなくて似てませんか。アナーキンザ UK ならぬ無法者アナーキンザ JP がついに飛び出すか。セックスピストルズって1回出たドキュメンタリー映画が、これは本当の俺らの姿じゃないと言って自分らで作り直した真実のドキュメンタリー作品っていうのがあって、そのタイトルが堀江義則選手のフューチャーボーイならぬこっちはノーフューチャーなんで、そういう対決でもありますね。まあそういう対決にはなってないかな、はい、でも VS 韓国編なんで、ついにブレイキングダウンメンバーアンチの人も米尾くんとかねジョリーくんを応援する時が来たんじゃないかなと。今までアンチだった人もここで応援側に回るかもしれないっていうのは非常に面白い図式ですね。そしてこちらはですね、それまではお前呼びだったのに市議会議員になってからは石渡塾長のことを急にあなたと呼び出したという噂のある桜井マッハ隼人さんなんですが、当時アウトサイダーブレイキングダウンしかりあるある、派手な演出オラオラのエンタメ格闘技コンテンツは結構だ、でも問題はそれに影響されやすい人、今まで静かだったいい大人方口が悪くなったり急に横柄になる、もちろんそういう人相手にしたくないけど立場上関わらずにはいられない、やめてほしいとツイートしております。続きましてこちらは5月1日のなんと朝方4時からの、こちらは本物のフューチャーボーイの方の堀江義則選手のインスタライブの模様となります。
なのでこれはまだライジン42の前のものになりますね。録画だけしてすぐ寝たの覚えてます。どんな生活してんだっていうね、ほんと毎日大変ですが、まずいきなり堀江義則選手、今女と一緒におったんやけどムカつくなって思って、乾杯。何があったかっていうと、そいつが俺を目の前にして、三浦孝太が一番かっこいいだのどうのこうの俺の前で言うなよって話でムカついて、じゃあお前どっか行けって話やけんね。それだけ。俺に嫉妬をさせたかったのかどうか知らんが、ふざけやがってね、シンプルに。堀江選手、女性を返してしまったようで、これは気高いのか、それとも付き合いづらいのか、どっちなんでしょうか。堀江選手、ただのやりますよ。俺も結婚する気もなく、彼女もおらんけどもって感じでね。で、ここで、じゃあ次はその女 VS 三浦孝太でというコメントがつきまして、それに対しては、その女は喜ぶかもね。こういうのは珍しいことではない。いつもこうだよ。簡単に人のことを信じちゃいけん。だから俺も俺であるしかない。人のことを信じちゃいけん。見た目と中身だったら中身、やるだけでも中身、昔とちょっと違うよねと。そしてなぜ俺がライト級に上げようとしているかわかる？聞きたい？聞きたくないか。俺は自分の性格が弱いと思っている。試合前は緊張はする。唇の皮がペラペラすんの、昔から気になるっちゃな。今リップ目の前にあるが、塗るのがめんどくさい。お酒で潤したらいいんじゃないですかというコメントには、それは根性論だけど、そういうの嫌いじゃない。潤せるわけないやろ。大人になると正直に生きるのが難しくなってきて、堀江選手を見ていると勇気になりますというコメントに対しては、そういうお言葉はたくさんいただいております。お互い頑張りましょうといったところで、おやすみと。はい、堀江選手は本当に面白さの金太郎飴、どこを切り取っても面白いですね。自分をさらけ出しても変な愚痴とかマウント、ポジショントークにしかならない、できない人もいれば、何なんですかね、このエンターテインメントにもなっているウィンウィンぶりは。はい、才能ということですかね。続きまして、こちらは5月8日22時15分からの武田浩二選手のインスタライブの模様となります。まず、ヒゲで顎の位置が隠せて有利ですかというコメントには、わかんない。打撃はグスタボよりラバダノフ選手の方が重かったが、グスタボはトータルで強かった。三浦孝太とは一緒に練習していないが、もちろん応援していると。三浦孝太選手の試合の時、セコンドにはついてなかったんですが、会場リングサイドで大きな声で指示を出していたようです。足の腫れはだいぶ引いた。走ったりはでもまだ無理。もともと足首が弱い。体重は今80キロぐらい。明日から福岡に旅行に行く。なので現在は今福岡にいますね。去年人間関係の整理をして、いらないやつは捨てた。今年はヌルマゴメドフ選手のところに練習に行く。宮田代表にもすでに話をした。だけど日程はまだ未定。朝倉兄弟は好き。ライジンの今の盛り上がりは本当にありがたい。朝倉未来選手と戦ってみたいとか、そういうのは特にない。堀江選手、タイガームエタイ行ったんじゃない？堀江選手も今タイにもう向かっているのかな？もう着いたのかな？タイには今トップファイターが集まっているので、タイガームエタイ行く人が多い。今年まだ4回しかヒサロは行っていない。堀口恭司選手は俺なんかが話しかけられるレベルの人じゃない。対外国人に勝つには、打撃のレベルアップと、レスリングのこだわりをもっと出さなきゃダメだなと思った。ロックマンやりたいが、スイッチが見当たらない。痛みに強くなる秘訣は気持ち。そして、カーライル別に怒っていない。これはサトシ・ソーザー選手との試合判定についてだと思います。カーライルは次また試合をするだけ。次は自分は夏に試合をする。もしクレベル選手と戦ったら打撃で勝負するしかない。そしてここでですね、彼女と喧嘩してもチンチン触られると許してしまう弱い自分がいるんですが、どうしたらいいですかというコメントがつき、それを読み大喜びしておりました。今日一嬉しそうと突っ込まれてました。センスあるコメントでしたね。試合負けたことを考えるとムカつく。柴田とは特に接点はない。フェザーに落とすつもりはないと。ここでやっぱフェザーに落とすつもりないって言ってますね。
大原樹里選手とはもうするわけねえだろ。負けるビジョンが湧かない。そしてクロムハーツの透明のメガネが気に入ってると言って、初デートだったらこれをかけていくと言っていて、でもみんなにそれ花粉の時にかけるメガネみたいと言われてムカつくと言っておりました。はい。でお風呂も沸き、この後ネットフリックスで進撃の巨人見ますと言って終了です。はい。武田浩二選手、ここのところ絶対ファンにいじられますね。まあファンとの交流を大切にしているということで。ああ、で堀江義典選手の方なんですが、約1ヶ月修行のためにタイへ、ちょっと寂しい笑いと投稿してるんで1ヶ月らしいです、期間は。そしてこちらは UFC 3年ぶりの復帰でバンタム級アルジャメン・スターリング選手とタイトルマッチを行い、僅差の判定で敗れてしまったヘンリー・セフート選手なんですが、その試合内容からバンタム級ランキング3位にランクインいたしました。メラブ・ドバリシビリ選手、ショーン・オマリー選手でヘンリー・セフード選手ということになりますね。でここでチャンピオンになっていたら次はフェザーのベルトを取りに行っていたと思うんですが、負けてしまったのでヘンリー・セフード選手、次はメラブ・ドバリシビリ選手とやりたい旨を現在公表しております。ちゃんと並び直して真面目にやっていこうという意思が伺えますね。はい、というわけで本日は以上となります。今日はですねセックスピストルズの話が出ましたので、ここで一つ、まあ出たというかいつもなんですが、自分でそっちの方も勝手にしてるだけなんですけど、でセックスピストルズって有名なマルコム・マクラーレンっていうプロデューサーの人物がいて、でそのマルコム・マクラーレンがもともとやってるブティックに若者たちがたむろしてて、最初はそこで結成されたバンド名他のものだったんですが、そのバンドが解散だかメンバーが入れ替わって、でそこで名前がセックスピストルズになったんですね。で本日はそのブティックの名前をラストに発表して終わっていきたいと思います。そんな直接的なのってあるっていう店名なんで、ちょっとそれはどうなのと思った人はですね、ぜひラストグッドボタンの方押し忘れずに行ってください。はい、よろしくお願いします。では高評価、チャンネル登録、通知をポチッとオンにしてまた聞いてね。はい、では行きますと、その店名はですね、なんとセックス以上になります。はい、そんなクローズスズラン高校の壁の落書きみたいなのってありっていうね。はい、今日の配信はねチンチンとかセックスとかね、まあこういう時もたまにあるということで、ポーポーポポー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 